がレールガンになるわけか。こんな隙間だらけで大丈夫なのか。なんだ霧姫。ゴリアテが転送されてくるわ。ラルカビ君、これでこの船はただのでかい飛行船になってしまうね。そろそろ迎えが来る時間だ。この船の始末はドイツ軍にお任せするとして、私は失礼させた。大変なことは勘弁してくれ。巡洋艦がミサイルを発射したわ。もう嫌だ。推定到着時刻は2分45秒後。急いでライゾー、レールガンの射撃はあなたに任せたわ。レディー、カートリッジを頼む。そこはダメだ。別のスロットにしてくれ。一つの重力以上の正体はこいつか。まだ撃てるか。ゴリアテはやらせない。しっかり狙いをウルフ。任された。ガスじゃないのか。残りは一発。最後はゴリアテだ。
当たれ！なる神君、これが最後の頼みだ。何ですか、博士。レニーを元の時代に連れて帰ってくれ。お父様、お父様も一緒でしょ。すまんが、私はこの時代でやってみたいことができたのだ。私の一生は研究だけだった。今までとは違う人生を歩んでみたい。そんな気にさせる時代なんだ。雷蔵さん、私も残ります。父をこのままにしておくわけにはいきません。では、私はこれで。随分と世話になったね。そうだ、今度またこの時代に来ることがあったら会いに来てくれたまえ。これでお別れなんですね。ステディがいたのね。未来とは、あんなものが空を飛んでいるのかね。この飛行船も捨てたものじゃないですよ。キリヒメ、仕事は？こないだの事件で大赤字なのよ。そんなのんきなこと言ってる暇あったら、あんたが仕事探してきてよ。訪問者です、訪問者です。来た来た、きちんと来るものなんだよ、仕事は。あ、こちら、鳴上時空探偵事務所ですよね。そうですが、仕事の依頼でしたら。いえ、私、埼玉スイス銀行御徒町支店の者なんですが。埼玉スイス銀行？1949年？300年前のものがなんでここに。私にそんなことわかるわけないじゃない。これ、株券よ。ラバル玩具？なんだいこれ。世界で3本の指に入るおもちゃ会社よ。2238年の鳴上さんへ。これ、レニからよ。2238年の鳴上さんへ。この間、いえ、300年前にはお世話になりました。父の怪我もすっかり良くなり、今では新しい事業に専念しています。同封した株券はその会社のものです。費用の不足分にお使いください。会社の株券が こんなに大金持ちよ、あたしたち。ローレライに乗っていたみんなもアメリカで元気に暮らしています。シュトラッサーさん、ベラスコーニさん、そして父は共同でこのおもちゃ会社を始めました。業績は順調で、特に飛行船のおもちゃは飛ぶように売れています。マリアさんはアメリカ中を回ってショーに精を出しています。
遊びに来るたびに鳴神さんのことばかり話しています。カーリンさんとは今でもいいお友達です。船長さんたちは市民権を得るため軍に入隊しましたが、補給部隊なので気楽なものだそうです。生活が不便だったり戦争の恐怖に怯えたりしなくてはなりませんが、みんな一生懸命に生きています。私はこの時代で暮らせてよかったと思います。なあウルフ、ん？迎えはいつ来るんだろうな。ファミコファミコファミコプレイ動画。